The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road. And you know we don't really care, 'cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it. はい、皆さんこんにちは。サラリーマッチョ日誌です。私は会社員をする方からフリー競技に挑戦したり、フィットネスコミュニティノーリミッツの運営を行っております。今回なんですが、ダンベルのみで追い込む肩のトレーニング、実況解説付きでご紹介していきたいと思います。私が実際に行っているジムでのトレーニングになるんですが、ダンベルのみを使って肩を追い込んでいくということで、いろんなトレーニングの環境の方参考にしていただける内容になるんじゃないかなと思います。私は肩のトレーニングに関わらず、基本的には重量設定、種目っていうのをいろいろと入れ替えながら毎回刺激を変えていってるんですが、今回のメニューというのは、種目の最初から最後までしっかりと重量を扱うということをテーマに取り組んでいっております。そういった重量を扱う肩トレというのはどういった風に行っていくのか、このたりを実際に見ながら解説をしていければと思っております。それでは早速やっていきましょう。はい、それではまず1種目目はアーノルドプレスを行っていきます。ベンチの角度なんですけども、直角ではなくてやや倒し気味、少し今背もたれに体を預けるぐらいの傾斜になっています。でこの種目は本番3セット行っていって、1セット目を32キロ、2セット目3セット目を34キロで行っていってます。まずアーノルドプレスというのは、普通のショルダープレスと比べてワンレップあたりの稼働の時間が長い、いわゆる TUT 筋肉の緊張時間が長い、そして手元でこう戻すときにストレッチをしっかりとフロントにかけられるということで、三角筋のフロントの部分、これを重点的に狙った種目になります。かなり私としても体感が非常にいいので、ショルダープレスで高重量を狙うブーンってやるような映像を私の方でも出させていただいてるんですが、そういったところだけではなくて、しっかりと少し重量落ちるんですが、フロントにストリフトに刺激を与えていくという意味では、このアーノルドプレスも非常に体感がいいので、今回このアーノルドプレスで10回できるかできないかという重量設定で行っております。結構ね、肩のプレスでなかなか効かせる感覚が湧かないという方は、アーノルドプレスをお勧めしたいと思います。で、最後追い込みとして、普通のショルダープレスをね、ラスト2、3発行って最後の追い込みというような感じで、このアーノルドプレスを終えております。続いて行うのが、インクラインサイドレーズ、三角筋のチューブを狙う種目になります。傾斜は45度からもう少し直角寄りにしたような角度で行っております。これは12キロ持って、これも片側ずつ行って、それを計3セット行っていきます。こちらもインクラインサイドレーズという風にすると、私の場合ストリフトにできるのはだいたい5キロとか6キロとか、それぐらいで綺麗に上げていくということになるんですけども、今回は12キロを、言い方悪いんですが、分回してます。はい、分回してます。でこれはしっかりとまずインクラインサイドレーズの効かせ方というのを理解して、ある程度ね、振り回してもしっかりとネガティブで耐えて、このストレッチのところで負荷が抜けない、抜かない技術を身につけた上でやると非常に効果的な種目になりますので、ここでね、ある程度の重量を持つということを今回ねやっております。でこれもサイドレーズに関わらずなんですけれども、やっぱり、ね、最後ちょっとチーティングを使ったり、ちょっと全体の、勢いをつけて、その高重量に対してネガティブで耐える、最後粘るというような動作をやっていく方が、私は筋肉の刺激が大きくなって筋肥大につながるんじゃないかなというところもあるので、フォームももちろん大事なんですけれども、その効かせれる感覚を持てる中で多少無理して重量を持つという、そんなフェーズもあっていいんじゃないかなというふうに思っています。この映像を見れば分かると思うんですけどもね、最後結構ね、振り回しながらやっている部分も結構あるんですけれども、そしてね、少しの体の前気味にね、下ろしていって、ちょっと振り幅をつけてあげて、そしてネガティブで耐えて戻していって、そこで三角筋のね、チューブでストレッチをさせて、ここで粘るというような感じでやっております。終わった後、ちょっと曖昧にね、ポージングをしたりなんかして、パンプをするとね、非常に気持ちいいので、終わった後に血流を止めてスクイーズさせ続けるというテクニックがあるんですが、この場合はですね、ただ単にポージングをしたかっただけというような感じのスクイーズになります。そして続いてフロントレーズ、ダンベルで片手ずつ行っていきます。で片側ずつ限界まで上げていく、これはだいたい、そうですね、10回ぐらい上げられる重量で行っていて、限界まで来たら今度反対も行っていく、今回14キロで行っております。でこれも片手ずつ行うということで、片方もね、この肩方にすごい集中して、これ両方でやってしまうと、こう僧帽で上がってしまったりとか勢いをつけてしまうんですが、片側ずつ上げることである程度ストリクトに、そして出力も高く動作をできるということで、少し時間かかるんですが、片側ずつやるというふうに私は選択してやっております。
そしてそこからは交互に片方で休憩させながら交互に動作限界まで行っていくという粘り方をやっていっております。また別角度からなんですけど、横からこの時にしっかりとネガティブで耐える、下ろした時にストンと落とすんではなくて、下ろしながらもフロントでこう負荷を受けて下ろすというのがすごく大事なポイントになります。一番きついのはこの腕を上げたところ、この最大出身のところで一番負荷が重力の関係でかかるんですが、下ろしたところでもしっかりとフロントでこう引っ張っていって負荷を抜かないようにして、またそこでフロントで支えて上げていく、これが非常に重要なポイントになりますので、まずは軽い重量から徐々に重量を上げていって、こういった重めのフロントレイズというのもおすすめしたいと思います。私今回は特にベルトをつけてないんですが、結構フロントレイズをするときは体幹をね結構使うので、ベルトを使われるという方も結構いらっしゃいますね。はい、そしてフロントチューブときて、最後はリアライングリアレイズを行っていきます。まあ、私の動画ではよく出てくる定番の種目になります。まあ、定番というだけあってですね、まあ、非常に効きがいい、私とゴートレしても必ずこれは味わっていただく、そんな種目になります。お気に入りですね。何がいいかと言いますと、ストレッチポジション、リアが一番伸びきったところで一番負荷がかかる、非常にまあストレッチの刺激というのは筋肥大にとって非常にまあ有効な筋肉を破壊する刺激ということで、この種目はですね、そのリアなかなか感覚がつかめないという方にも本当におすすめの種目になります。本当勝手に筋肉が伸ばされて刺激が入っていくので、まだやったことないという方はぜひお試しください。ここでのポイントとしては、できる限り体は振り回さずに肩で動作をしていく、上体をねこうねじったり起こしたりをせずに肩だけで動作をするというのを意識して行っていくと、まあ、負荷がリアから抜けません。でこの種目も最後追い込みのポイントがありまして、基本的にまずストリクトに限界まで上げていきます。そして動作が上がらなくなったら、パーシャルで上げられるところでボトム中間ポジションという感じで最後伸ばして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 、ストレッチネガティブの刺激を与えて最後追い込んでいくというような形で行っていきます。でこれを左右交互にやっていきます。これも3セット、フロントレイズ、サイドレイズ、リアレイズ、すべて3セットずつ行っていきます。そして最後の締めの種目、4種目目、これは何と言ったらいいんでしょうね、ちょっと前傾気味のダンベルアップライトローです。インクラインのベンチに体を預けて少し前傾した状態でアップライトローを行っていきます。通常のダンベルのアップライトローですと三角筋のフロント、そしてチューブにメインで入っていくんですが、前傾させることによって、まあ、チューブ、リア、この部分に刺激を当てていくことができます。コツとしてはダンベルを上げるというよりは肘を上げていく、その結果ダンベルも上がっていくというような意識でやっていただくと、ここにねチューブとリアの間、ここにバッチリ入ります。で肩は三頭筋といってフロント、チューブ、リアというふうに、まあ、言われているんですけれども、細かく分けていくと、まあ、フロント大胸筋寄りのフロントがあったり、サイド寄りのフロントがあったり、フロント寄りのサイドがあったり、リア寄りのサイドがあったりというふうに単純に3つでは分けられない部分でもありますので、こうやって細かく角度を変えていって当てきれていない筋性にもアプローチしようということで、多角的に刺激を与えていくということで、この最後の種目は行っております。ただ今回の場合ですと、まあ、しっかりと最初から最後まで重量をある程度扱うというところもありますので、今回は4種目で終えております。まあ、多角的に攻めていくという意味では、フロント寄りのチューブであったりとか別の狙いを行える種目ももちろんあるんですけれども、それはまた別の日に行うこともあります。まあ、今回は肩トレ4種目行っていったんですが、まあ、多角的に肩を攻めようというふうになると、もっと種目数増やしていってもいいんですけれども、無駄にこうダラダラとトレーニング時間を増やしてしまうというよりは、絞った種目数でしっかりと追い込み切るというトレーニングが私は好きですし、体力的にも集中力も持たないというところもありますので、狙いを絞って今回は高重量で最後までやりきるというところで4種目に絞って、また別の肩トレの機会に今度はネガティブを重視したトレーニングをしてみたりとか、軽めの重量でハイボリュームなトレーニングをやっていく、まあ、そういった様々な刺激を肩に与えていくことでストレスとなって肩も成長しようというふうになると信じて私はやっております。今回はダンベルのみを使ってある程度重量を持った肩トレということでご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。この動画がご参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご感想とコメントお待ちしております。ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。限界は超えられる。ノーリミッツ。
You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take